はい、おはようございました。ただいまの時間が17時50分ですね、夕方ですね。はい、今日は非常に夕食が楽しみにしてます。私はね、すごい偏食成人で、肉が食べれない、刺身が食べれない、それから野菜食べないもう炭水化物系の麺類が大好きなんですけどね、まあ、そういう人間ですよ。で、夕食がね、今日すごく楽しみなのは、奥さんがね、朝、じゃ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 ミートソース、愛媛松山ミートソース、これね、あのホーム食品っていうところがね、売ってるんですよ。まあまあ家から近いんですけどね、そこがね、あの一時休業してて、最近再開して、営業日が木金土の3日間だけね、時間短縮で営業してて、そんな話をしてたら、奥さんが買ってきてくれました。じゃ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 ーん、ここ大好きなんですよね。1個200円で2000円なので、かなり安い。あのちょっと美味しいなーっていうパスタソースがね、200円とか300円とか、道の駅とか行ってご当地やったら500円も600円もしたりするんだけれども、これ1個200円、うん、でね、あの松山市内でデュエットっていうパスタ屋さんがあるんですけどね、松山市民だったら多分一度ぐらいは食べたことがある、まあ、有名なデュエットっていうパスタ屋さんがあるんですけど、噂によるとここのミートをソース、ミートソースを使ってるんじゃないかっていうね、噂があるぐらい、そこのミートソースの味にね、よく似てるんですよ。でもね、私はね、似てるだけでちゃうと思います似てるだけでちゃうと思います。噂はわかるけど、似とるという噂はわかるけど、ちゃうと思います。でね、まあそういうわけで今日夕食楽しみなんですよね。まあ、うちの奥さんのことやから、これ買ってきても今日はこれにしてくれない可能性もあるので、帰ってきたら念押しもせんと言いますね。これお願い、これって、はい、私はね、あの、冒頭にも言いましたように、すごく偏食なんですよね、この人ね、なので基本何を食べても美味しくない、自分の好きなもの以外はね、基本何を食べても美味しくない、よくて普通だけれども、私の動画でね、過去の動画でこう食べてる、あんまり美味しいって言ってないでしょそれはね、あの多分偏食される、偏食に、がね、ひどい人に多いと思うんですよね。味覚がね、厳しいんですよ。 なので何食べても、うわこれ美味しいわっていうのはね、めったにない。だけれども、これはうまい、普通にうまいじゃなくて超うまい、なので楽しみです。ということで、今日はね、このミートソースを食べるのがね、楽しみです。で、奥さんの話によるとね、午前中行ってくれたんだけど、もう20人ぐらいが待ってたって言ってましたね。で、はい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 って、この10個入りのパックを売ってたらしいですよ。お一人様10個までみたいですね。ということで、今奥さんがね、作ってくれましたよ。冷凍した時はちょっとオレンジっぽかったけど、やっぱり解凍すると美味しそうになりましたね。コクのありそうなね。いやー、もう食べたい食べたい。たっぷりかけてね、チーズはたっぷりかけましょう。なんだ、やっぱうまい、やっぱうまい、激しくうまい。
デュエットのお店で食べるやつとテイクアウトで食べるやつとちょっと味が違うような気がするんだけど、これデュエットのテイクアウトしてきたやつとこれ並べられたら分からん。激しく美味しかった今日はね、良かったです。普通にうまいじゃなくて激しくうまいということで、本日の動画は以上となります。ではまた次回の動画でお会いしましょう。皆さん元気で健康で明るく過ごしましょうね。バイバイ。